HBB のミレイです。さあ、始まりました。HBB のオリジナル音楽紹介番組。HBB の FM 小座、土曜の夜は何してるです。案内役を務めます、ミレイです。エンディです。よろしくお願いします。最近は朝夕涼しくなりましたね。ということで、11月は夏を惜しみながら、秋を感じながら、HBB の楽曲をお届けしましょう。今夜の始まりの楽曲は、渚の出来事を聴いていただいております。リスナーの皆様は、今年の夏は渚でいろいろあったでしょうか？それともなかったでしょうか？さてさて、HBB とは何かと申しますと、学校やお仕事が終わった放課後から好きな音楽活動をする放課後ブラスバンド、頭文字を取りまして HBB と名付けました。面白そうだな、楽しそうだな、自分も歌ってみたいなと思った方は番組までお知らせください。もちろん学生さんも大歓迎です。ちょっとしたオーディションをしてからあなたに合った楽曲を提供します。そしてこの番組でオンエアしましょう。今夜の映像は11月の21、22、23日に開催された沖縄県産業まつりを撮影、そして泡盛を試飲してきましたので、会場の雰囲気をお楽しみください。それでは You で島通りで行こうをお聞きください。
島ぞうりで行こうでした。お知らせです。盲目のピアニストの国吉清純と高校生フルート奏者のルナのユニット双葉の CD アルバムからイジュヌ花をシングルカットして全世界に向けて配信販売を11月1日より開始しました。土曜の夜は何してるをお聞きのリスナー様はぜひご自分のプレイリストに追加してください。そして知り合いにも宣伝してくださいね。よろしくお願いします。それから14日の月曜日の6時からコザバス停近くのメトロにてミニコンサートを開催します。時間のある方は聞きに来てください。それではサービスして双葉でイジュヌ花をお聞きください。
双葉でいじゅぬ花でした。物事にはついでというものがありますので、なごみの歌いますいじゅぬ花もお聞きください。なごみでいじゅぬ花でした。この番組は毎週土曜深夜0時からの30分番組、 HBB の FM 小座土曜の夜は何してるです。1週間ごとの収録更新ですので、お時間がある方はライブで、忙しい方は YouTube 等で視聴してください。そして登録や紹介もお願いします。
ついでのついでに、なごみの島の音をお聞きください。
なごみ島の音でした。今夜は国吉清純のピアノでティンサグヌ花を聴きながらのお別れです。日曜から始まる1週間をみんなが無事に幸せに過ごせますように、ミレイがうとうとしておきましょうね。体調には気をつけて、 HBB のミレイがお送りしました。 HBB の FM 小座土曜の夜は何してる、また来週土曜の深夜0時にお会いしましょう。それではまたんやーさい、にへーデービル。おやすみなさい。